人ですよ。それではお部屋までご案内します。お荷物は お持ちですか。あの、それを言うならお荷物をお持ちしましょうか。それとも言う、お荷物お持ちしましょうか。そうね、じゃあお願いしようかしら。はい。この子たち、急におもてなしごっこしたいって言うから何かと思ったら、こんな素敵なホテルだなんて、私感動で涙が止まらないわ。お待たせしました、こちらがお部屋です。あら、素敵なお部屋じゃないの。ちゃんと片付いてるしね。綺麗にしてるじゃない。お客様だもんね。そうだよ、ゆっくりお休みください。あら、本当にこれも何何お部屋についてるの。これお部屋についてるよ。どっちかというとお客様よ、ママ。お客さんいるのにダメでしょ、ホテルマンじゃ。そっか、お客さんだった。ダメだよ、お母さんじゃダメなんだ。ダメだよ。お客さんが楽しめるようにポケモンがいるんでしょ。そっか、可愛いわね、あんた。あー、この子も可愛いわね。可愛い、じゃあちょっと一休みしたいから。はい、そうね、ちょっと机借りようかしらね。あー、が置きたいから。あ、確かに確かに。そうね、この机も自由に使っていいのね。はい、ご自由にお使いください。よくあるわね、ここね、ここに大体あのホテルのね、あの案内とか入ってるの。うん、あー、確かにね、あるかしらね。ホテルの案内、どんなこと書かれてるのかしら。ん、あ、これがホテルの案内。あ、バツがいっぱい書いてあるわね、何なのかしらこれ。それはホテルの案内です。あれです、ホテルの案内。はい、ホテルの案内で、ご説明すると、エアコンついてません、冷蔵庫ついてません、お風呂ついてませんみたいな意味でます。何もついてません。そしたらホテルとしては0点はね、ドキリの0点だったでしょ。あー、バレたー。なんでそんなとこに置いてんの。せー、忘れてた。あんた、ちゃんと勉強しなさいって言ったでしょ。もうポケットモンスターばっかりやって、そうやってね、勉強しないからこういうことになるのよ。ちゃんと一緒に楽しまないとダメでしょ。もうこれはパパに見せますからね。もうお小遣いカットされるわよ、今日。もうこういうことするダメだから。もうママ、でも今日せっかくお客さんなんだから、そんな怒ってばっかりないでよ。まあそうね、確かにそうだわ。怒るのは良くないわね。良くない。うん、なんか落とした。なんか、あ、これすごいいいの置いてあるじゃん。あ、プレミアです。はい、こちら、この当ホテルに泊まると自由にお聞きできます。すごい。すごい、みんな泊まりたいってコメントするわよ、これ。ああ。こうなってます。すごいでーす。すごいじゃないの。これももらえるのじゃ。はい。こちらのホテルにお泊まりの方に、こちらのジャンボカードプレゼントしてます。わー、すごい。本当に1枚しか持ってないから。はい。いいの？ちょっとママ声太すぎる。違う、これやりましょうね。これホテルのだからね、これね。いやー、ちょっとママ疲れたから横になるわ。はい、どうぞ。ちょっとベッドいいですよ。はい、ポケモンのベッドです。ね、これ腐ったね。どうぞどうぞ、お休みください。なんかふさ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 なんだけど、なんかカサカサ言ってんのよね。ふさふさ、よいしょ。ポケモンたちかな。あー、いいベッドじゃないのこれ。あー、なんか正しい寝方。なんかはみ出してる。これ、こうやってガチで倒れて寝たらカメラ見えなくなるんでしょ。あー、すごい。すごい、すごい。そうよ、これさ、すごいよね。あー、みんなに見えた。ポケルン TV のあれじゃないの、メンバーの。ねー、好きなポケモンでしょ、これ。みんなわかるかな。わかるわよ、これがトニーでしょ。うん、ソラくんでしょ。うん、オーさんでしょ。はーちゃん、たっくん、ときちゃん、まーくん、ひろさん、だ、あれ、あ、違うのよ、これ、なーさんね、なーさんね。でも書いてるメッセージさ、すごくない？だって、ニューロソンの汗っかきとか。あ、確かに。確かに。俺や。イーブンもさ、王さん、可能性は無限大みたいな。それ王さん、よく言う。マークも食べて寝るだけだしさ。確かに、これは似てるわ。ニューロソン、確かに一番大きいからね、身長。皆さん跳ねる。跳ねるかな。ほら、あ、ほら、跳ねた。確かに。確かに。
かにだわ。それで言うと、そらくんの近くにいるようはちょっと一番怖いけど。本当にやばいよ。ねえ、それでね、なんか引っかかるのよ、このベッド。何やろ、だいぶいいクッション使ってんのよ。なにこれ、お菓子いっぱいあんだけど、これ食べようと思って隠してたやつ。教えてた。ダメでしょ、あんた。お客さんからあんま怒りたくないけどさ、こうやってお菓子隠して、ちゃんとおやつでちゃんとみんな食べてるでしょ。タクゾだって、時お姉ちゃんだって、それで食べてんのに、あんたたちから何のことするの。お客様もう寝てから。ママ、ね、食べていいよ。そうだよ。だポテトチップス食べよう、お菓子。あ、いいや。びっくりした。ちょっと、お前さ、本当にびっくりした。虫入ってないやつはずだったのに。入ってる。ちょっとこれ何、ポテチじゃないじゃん。うるさいの。そっちやるよこれ。いや、なんでまだでしょ。やられたのはどちらかというと、どっと疲れちゃったね。もうちょっとやめよう、終わりだ、ホテルごっこ。やめない、まだまだ楽しみたいわよ。だってあんたたちこのお菓子片付けときなさい。あ、そうだ、ホテルって大体なんかこうお土産だったりとかお茶だったり。ガチで疲れとるよ今さ。カメラ回ってないところで2人してちょっと待って。マジで、あんたでもホテルマンなんだから、あんたちはママをもてなすの。はい、でしょ。これあれかな、だいたいこの旅館とかだとお饅頭とか入ってるじゃない。ああ、レビューしたいと思います。旅するさ、あの YouTuber の人よくやる。ああ、やるやる。え、今回こちら箱がお部屋に置いてありました。この中はきっとお饅頭だと思います。お饅頭。うわー、うわー、うわー、引き出せないこれ。あー、ほら、よし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 。あー、ときみ、ときみ、ときみ、あー、あー、ときみ、ごめん、ときみ。もうこのお寺ちゃんじゃないの、もう。あ、でも、あの、お食事は大丈夫です。大丈夫。はい。うーん、とは言ったものの、本当に大丈夫かしらね。お待たせしました。あー、あったの、お腹すいたわ。はい、はい。これは、これはわかるわ、これはさすがに。まあ、ポケルン TV でもよく見るもん。ロケットのボスの大好物でしょ。そう。あんたこれ割れないわよ、これじゃ。強い人が好きなものは多分美味しいんだなと思ってくるめにした。そうなの。でもちょっとこれ無理よ、ママ。君ちょっとやってみなさい、じゃあ。やってみる。でも多分これ、できたかも。え、黒。見るだけでこう。でもこれもうこうするわよ、これはもう。次のやつすごい可愛いやん。これ何なのこれ。カラフルなお菓子セット。お菓子セット。おやつじゃないの。お食事でしょ、ホテルの。お食事だよ。お食事し、美味しいじゃない。でもしょっぱいのが食べたよね。あ、じゃこれしょっぱいのかしらね、これ。うん、食べてみて。うん、これな。本当に何これ。この企画始まる前にハーちゃんが、うん、ハーちゃん頑張ってで、失敗してて。そこまで言うんや。まあいいか。失敗、まあいいか。ママでしょ、それ食べるの。いただきます。出来損ないの生クリームと出来損ないのパン。一通り加熱した。大丈夫なのこれ。大丈夫なのこれ。大丈夫だよ。妙にでもなんか冷たいのよね、中が。でもこれアイスクリーム。あ、そうなの。いや、味は美味しいわ、すごく。ただ、ハーナが失敗したことによってかわいそうに美味しくなくなっちゃってるけど、味は美味しいから、ちゃんと作れば絶対美味しいから。しょっぱいよ、ちょうだいよ、あんたお食事。こういうさ、こういうやつで食べるやつとかじゃないの、ホテルって。でも、姉ちゃんとハーナ、ママが喜ぶと思って用意して。あー、美味しいな。ママ、それ以上食べたらもう。あー、もうお腹の心配しないよ。何も食べれないわ。ごちそうさまでした。よかった。でも甘いものいっぱい食べたら、なんだか胃がね、動いちゃってね。そしたら汗かいてきちゃった、ママ。あ、これよ。お風呂のご用意もできてるので、次はお風呂に行きましょう。あら、ほんと？ちょっとちょっとちょっと。あなたたちこれ、お湯じゃないじゃないの、これ。ボールプール風呂じゃないの。いいじゃん。その方が楽しいよ。あ、まあそうね。入って入って。このね、よいしょ。遊ぼうのみたい、これ。
って誰かしら、白は。これなんだろう、白は白。ギャーッ、ギャーッ、ギャー。 あれ俺はなんでこんなことしてるんだ。恥ずかしい。プルプルの中から寒いって聞こえる。やばいね、大変だ、大変だ、ママ。なに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 、なに、あレンダントじゃないの、あんた。まだいるって言ってる。まだいるの、ちょっと本当にど、なに、お、まだいたじゃないの。絶対いるな、まだ。絶対いるな。え、いる。何してんの。絶対俺やんだって、このルーム。うん、2匹しかいない。トローだな、こんなもの。裏じゃないの。締めねえ。本当に混乱してこのおっしゃってからのやつ、お前。もう疲れたからもう寝るわね。うん、お客様、せっかくなので星空の見えるロフトのお部屋があるので、そちらへどうぞ。あい、どうぞ。そちらへどうぞ。あ、なになになに、星空が見えるの。はい。あ、ポケモンもいるわ。なに、よいしょ。わ、すごい、やっぱ寒。なんだか星空を見るといろんなことを思い出しますわね。えときみはやろ。ちょっとはしごがない、よりえないのはやろ。なにこれ、どういうこと。ときみはやろ。もうめちゃくちゃだ。ということで、今回のホテルごっこ楽しいな、面白そうだなって思ってくれた君はぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーのっていないのね。バイバーイ。ポケモン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ヒコザルだったのでボッチャマを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。